演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、ウェデルというメーカーさんのミルクチョコレートとダークチョコレートを食べたいと思います。ウェデルって初めて聞くメーカーさんの、どんな味なんだろう。これは開けるのはここをこうやって、ん、そうじゃないか、こうか、代表としてミルクチョコレートの方に見せていただきましょう。こんな感じなんですね。ちょっとなんか分け合うような感じもありますが、パキッといきましょう。断面はこんな感じです。ではいただきます。ダークはやっぱりビターだけど、そこまで苦くはない。ミルクは程よい甘さ、家族向け、しっかり分けられていますね。ミルクチョコレートの方は口の中でほんのりとろける心地よい甘さがとっても美味しかったですし、ダークチョコレートはちょっとビターな大人の味わい、口の中で甘さはそんなになく、かといって苦すぎもせず程よく食べやすい味でした。これらだけだとただのミルクチョコレート、ダークチョコレートですが、今回はミルクチョコレートの方がダークチョコレートも柔らかかった気もするんですよね。まあ外気とかの差もとかもあると思うので一概には言えないとませんが、なのでミルクチョコレートがより食べやすかったと言えるかもしれません。本当に歯ごたえを楽しみたい方はダークチョコレートもおすすめですね。どちらも一応一旦で、一旦ではなく美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。好みに合わせて選ぶのがいいかもしれませんね。あと気分も。それでは、立春は少年とっても待つのかな、うん、早く暖かくなってほしいってことなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。